フィアット BR-20 第242飛行隊の BR-20BR-20 BR は、フィアット社が開発した第二次世界大戦当時のイタリア空軍の総発爆撃機。相性は地高や、1936年2月10日に初飛行した BR-20 は、胴体後部はハフバリであるものの、その他は全金属製で引き込み足も備え、当時としては、 最新の技術を取り入れた機体だった。1936年には、イストル・ダマスカス艦のエアレースに参加するための BR-20A。1939年には、ローマ・アリス・アベバ艦の無着陸飛行を行うための BR-20 リットルが作られている。最初の生産型である BR-20 は275機が作られ、1937年にスペイン内戦に参加した。 この時には、スペイン人民戦線の主力戦闘機であった I-15 より高速であった。第二次世界大戦1940年10から11月には、ベルギーの基地からイギリス本土の爆撃も行っているが、ハリケーン戦闘機の前では、貧弱な武装が役に立たず、大損害を被り、その後は陸上来撃機として運用された。1939年に登場した、 BR-20M はスペイン内戦の戦訓を取り入れて武装を強化し、空力的に洗練させたもの。また1941年に初飛行した BR-20BIS はそれをさらに洗練させ、発動機の強化を行ったものである。生産機数は両型合わせて約250機だった。1938年には b r 2 0 20の後期型85機が日本陸軍に輸出され、美式重爆撃機の名で日中戦争で使用された。本機の役割は97式重爆撃機までのつなぎであり、97式重爆撃機が前線に配備された頃には、イタリア規格の爆弾や部品も尽きたため、第一線から姿を消した。しかしながら本機が装備していた。 ブレダセイハット 12.7mm 機関銃は陸軍の航空機関砲開発に大いに役立つこととなる本機体の三面図。ありがとうございます。